コスプレイヤーの猫ターシュが6日発売の写真週刊誌フラッシュ公文社に登場。大好きだという制服コスプレを披露した猫ターはポニーテールと制服姿の写真が SNS でバズったコスプレイヤー。制服が大好きです。でも私の高校の制服はあまり可愛くなかったんですよ。卒業の時に自分の高校の制服じゃないセーラー服を着てディズニーランドに行きました。好きになったのはその時ですね。キラキラとした特別感があって限られた時間しか着られないのが魅力です。とルーツを明かした。現在家にはコスプレ衣装が50着もっとあるかな。クローゼットが侵食されています。かっこ笑いと告白。制服姿のコスプレはやっぱり最高に似合っていた。同号にはその他佐藤恵理子、トールや新姫宝、堀江里穂、花咲日より、山崎真実などが登場。表紙を飾ったのは女優の高橋メアリー・ジュン。